ドリブルしていったら小指で止まるダブルダッチ。パス。こんにちは、東外学校担当の大木講師です。今日は試合中にドリブルをして止まって相手を一歩ずらしてかわしていく、そんなドリブルのテクニックをご紹介していきます。もうかなり試合中でもうよくある状況をイメージしたドリブルの突破方法になっていきますので、こちらの動画を見てぜひ練習を頑張ってください。そしてこちらの東外学校、実際にスクールの無料体験の方も受付しておりますので、無料体験のご連絡の方もお待ちしております。それでは動画回していきます。どうぞ。ドリブルしていったら小指で止まるダブルダッチ。パス。ドリブルしていったら小指で止まるダブルダッチ。パス。ドリブルしていったら小指で止まるダブルダッチ。パス。進んでいったら小指で止まる。で、止まったらこの足の向きを一応で、すぐにダブルタッチで入っていく。まっすぐドリブルしていって小指で止める。いつもみんなこうだよね。こっから一個やっぱフェイントつなげたい。すぐに足入れたい。せーのって感じ。左利きの子一緒。はい、左で走る。走っていってバーッと小指でいつも通り止まる。ここまでいったんですからね、試合。はい、試合中小指のターン、さあ正直ここからね、何か使えるの、大きく使えるのね。そこから一個、そこから一個アレンジで足を入れたい。